カワキバンドの皆さん、こんにちは。こんにちは。かわいい、かっこいい、すごいのメリッサと申します。今回はまたロスに来ていただいて本当に嬉しいです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、皆さんの自己紹介をお願いいたします。はい、ゆうこすずはな、I'm singer。 はい、和太鼓を担当してますクロナです。はい、I'm Benny Ninagawa、 I'm playing the 三味線。ありがとうございます。今回はですね、アメリカに来るのは今回は3回目になりましたよね。はい、その今回のアメリカツアーでどのような新しい思い出を作りたいのですか。例えば行きたい場所とか、ライブでどんなパフォーマンスを挑戦したいのか、アメリカでやってみたいことがあったらぜひお聞かせください。はい、アメリカで そのツアーという形で来るのが、はい、今回初めてで、一番最初は、そのイベントの中で、次ニューヨークでワンマンライブ1回できて、今回は3回 3 times あるんですけれども、はい、やっぱりその2時間ぐらいのライブをですねやるのはすごく私たちのまた新たな挑戦なんですけれども、まずやってみたいこととしては、日本では結構ライブの中で武道館から取り入れたものがあって、はい、それが剣舞とかも入れながら、はい、物語を表現するようなパフォーマンスをしています。で、物語の説明はないんですが、見てこうインスピレーションで楽しんでいただくようなプログラムも取り入れたりしているので、ライブはそういったショーとしての楽しみをどれぐらい皆さんに、伝わるかというのが私たちの、ライブでの挑戦、やりたいことですね。で、あとは初めて行く場所ばかりなので、うん、時間がある限りはなるべく観光したいっていう、時間があれば、あれば、はい、で今回ロスについて、まず初めて私たち、メンバーによってはサンタモニカに、あ、なるほど、昨日行ってきました。いかがでしたか。私初めてだったんですけど、はい、すごく気候が心地よくて、本当に気持ち、湿っぽくない日本みたいにカラッとしているの で、うん、で風はすごく程よく涼しくて、海沿いで寝そべってたんですけれども、キヨシ、マチヤ、ダイ、私4人で海岸でこう寝てましたけど、はいはい、で昨日日曜日だったからすごい賑わっていて、はい、雰囲気が良くて、またいろんなところ、次サンディエゴ、サンフランシスコあたりも行きますけれども、何も知らないこといっぱいなので行きたいなって思ってます。なるほど、ありがとうございます。その他のメンバーはいかがですか。はい、やはりそうですね、なかなか時間が取れない部分があるので、はい、僕らは昨日ついて、ね、今日2日目なんです。はい、で今回2回目ということで、もういろいろ回れたらいいなと思ってるんですけど、まだこれからっていう感じですね。隙を見つけて、そうですね、行きたいですね。ガーッと行きたいところに行ければいいかなと思ってます、はい、化粧品買いたいです。あ、言ってたね。はい、ゆっくり見たい。なるほど、はい、そうですね、ショッピングも行ってみたいですね。はい、わかりました、ありがとうございます。続いてはですね、和楽器バンドの共演したいアメリカのアーティスト、またはコラボしたいアーティストはいますか。そう、コラボレーション、アメリカのですもんね。アメリカの、そうですね、はい、レディー・ガガさん。すごい好きなんです。毎回言ってるね。毎回言ってます。毎回言ってる、ね、本当ですか。うん、そう、すごく好きで、うん、何かこう大きな演出を一緒にやれたら、ね、ワットのコラボという感じで、うん、何かこう大きな壮大な演出で、うん、大きな、はい、場所でやれたらいいなって思ってます。ロックバンドの方たちと一緒にやりたくて、例えば日本に来た、例えばキッスってバンドあたりが、はい、アンコールで和太鼓がいっぱい出てその中で打ったりとか、そういう日本の演出であるんですけど、こちらでそのロックバンドの方たちと、はい、和のコラボじゃないですけど、まあ古いバンドで言えばキッスだったり、でドットチリペッパーだったりとか、うん、そういうので、ミュージシャンとしてそういうので音楽で、はい、和の音と、西洋の楽器で、語り合えたらいいなと。なるほど、素晴らしいですね、ありがとうございます。ゆうこさん、私この間初めて今日本に来ている、サーカスというか見に行ったんですね、うん、なのでもしアメリカでそういうパフォーマーの方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、もうそれこそ、サーカスもそうですけど、ダンスだったり、
パントマイムだったり、いろんな方がもう街中にいらっしゃるのがすごい印象的で、日本みたいにあのストリートにいるのが多いですよね、日本と比べると。そうですね。そういうなんか素晴らしいパフォーマーの方と和楽器バンドが一緒にライブしたら、また新しいパフォーマンスとしてステージ見せられるんじゃないかなと思って、最近こういろいろ見るようにはなってるんですけれども。わかりました。ありがとうございます。今回はサマーソニックをに出演することを決定しましたよね。はい、そのアメリカでもこのようなフェスに出る予定があるのですか？あ、今のところ決まってないので、はい、やっぱり出てみたいと思って。出たいですね。めちゃめちゃ出たいですね。はい、コチェラとかそう、カリフォルニアのミュージックフェスティバルなんですけど、はい、うん、ぜひ。そうですね。続いてはですね、今までは台湾とアメリカでライブをやったんですが、他に行ってみたい国はどこなんですか？あと、あの、行ったことあるのフランスとシンガポールもあって、ありますか？私、たくさんありません？そう他にはその、今まで行ったことない、でも行ってみたいところは？私、ドイツ、スペインか。スペイン。ドイツ。ドイツ。この理由をちょっと詳しく教えていただけますか？あのドイツに関しては実はそのプロノさんとか、あと清志くんとかが以前あの音楽の別の、あとこのバンドじゃなくって行ってパフォーマンスしたことがあるっていうのでお話を聞いた時に、すごくそのオーディエンスの反応の話だったり、経験だったり映像を見た時に、はい、あ、羨ましいな、和楽器バンドでもやったらどうなるかなっていうのがすごいやりたくなった理由の一つ。あと私自身がクラシックピアノをずっと勉強してきたんですけれども、音楽大学の時によく学んでいた作曲家がドイツの方が多かったから。確かにそうですね。はい、分かりました。続いてはですね、今回はテレビ東京のオリンピック中継のテーマソングを担当されていますよね。おめでとうございます。ありがとうございます。今回のコラボレーションはそのどういうきっかけで決まりましたか？オリンピックの楽曲ですか？どうして決まったんだろう？やはり世界中の方たちが集まる大会で、はい、テレビ東京さんもさまざまなその独自な番組をたくさんやってるところなんですけど、その中で、僕らみたいなその和と洋を融合してるバンドとぜひ、テーマソングをってことでお話をいただいて、その中で今回、ゆうこちゃんの曲と僕の曲が、一緒に、まあ、テレビ東京さんのコラボで、あのテーマソングとして使われていただくことになったんですけど、でもそこはすごく、まあ、独自性というか、個性のあるテレビ局と個性のあるバンドが一緒に合体したいという感じで、僕らもすごくワクワクしてますね。はい、分かりました。じゃあこの新曲についてアメリカのオーディエンスの皆さんにちょっと教えていただけますか？どんな曲なんですか？テーマソングと応援ソングっていうのが実は2曲今回できて、リオオリンピックテレビ東京テーマソングっていうのが起死回生といって、黒野さんが作った曲、応援ソングとしてもうちょっとミディアムな、感じの未来という楽曲があって、それを私が作ったんですが、今回アメリカではその起死回生を皆さんに聴いていただく予定で、これどんな曲ですか？はい、この曲はそのスポーツをされている方、選手の方たち、オリンピックを目指している方たちと、じゃあその参加する方、そしてあと聴いている、他の一般の方たちも含めて元気が出る曲にしたいな、はい、背中のちょっと心が弱ってる時に、背中を押すようなそんな曲になればいいかなと思って、すごく、前向きな、はい、あの絶対いいことあるよっていう形の曲にしてあって、まあ、詩の内容はそうなんですけど、曲の内容としては、日本独自のリズムをとても入れていて、日本の三本締めというのがあるんですね。いってみましょうか。お手を拝借、よーっ、もう一回ラストっていうのがある。これ日本でやれば必ずできるんです。日本に住んでる人は、はい、この三本締めというのがあって、そのリズムを曲の中に取り入れて、オーディエンス、みんな観客の人たちと全員で楽しめるような曲になって、で海外行った時はその日本のリズムを一緒に楽しんでもらいたいな、オリンピックという世界的な大会でもありますので、
はい、そんなように作りました。そのリズム、あのパーティーとかの最後の締めとかによくやるんですか？うん、必ず日本ではやるんですね。はい、はい、覚えておくといいかもしれません。いきなりやったら面白いかもしれません。お手を拝借って言って始めると日本行って面白いと思います、はい、ありがとうございます、はい、最後はですね、かわいいかっこいいすごいの視聴者の視聴者の皆さんへのメッセージをお願いいたします、はい。Hello, かわいい、かっこいい、すごい、viewers. We are わがきばん。さあ、ありがとうございます。もうこの、3回目ですかね、出させていただくんですけれども、はい、私たちのメッセージを、たくさんの方に届けたいと思っています。日本のかっこいい、あ、かわいい、かっこいい、すごいものを、はい、私たちが表現できたらなと思って活動しています。日本だけではなく、まずアメリカの皆さん、そして世界中の皆さんに、知っていただくために、皆さんもぜひ応援してください。よろしくお願いします。あー